台のカメラの真ん中あたりの。ソホン役、小野ゆうきです。ソホンはものすごくこう、さっき紹介にもありましたマッチョ面なんですけれども、ナイスガイでありながらちょっと憎めない部分もありつつっていうキャラクターなので、ぜひ作品通して愛していただけると嬉しいです。今日よろしくお願いします。ポスターがあるんですけど、ミュウのお耳のあたりにですね、いらっしゃるんです。スパイダーが、この子です。この子です。はい、このスパイダーたちもですね、作中で、あ、めっちゃ袋に、ザッザッザッ、こんなことある？こんなこと、ただのビニール袋。結構作中だと大事なキャラクターだったりするんですけれども、しかも今段取り大事なところでね、これが何頭のところですよね、多分ね。そうですね。雑にビニールから出ちゃう、ちょっと助けてあげてください。やばいな始まったぞこれ。ちなみに本日初お披露目でございます。これは何ですか？みんな見る前だから何も分からないですよ、これが何なのか。説明してあげてください。私はポスターにね、もういらっしゃいます、スパイダーちゃんが、これはキーホルダーになったんですかね。はい、そうなんです。はい、はい、この後なんですけども、ミューンの、公式ホームページからこちらのスパイダーちゃんをお買い求めいただくことができますよ。おお、はい、ぜひ一家に一スパイダーお求めいただければなと。いや、なかなか攻めたデザインですよ。これはね、非常に一家に一スパイダー魔除けにもなりますんですよ。いや、絶妙なんですよね、この表情感とかね。愛嬌ありますね。そう、徐々に好きになっていく感じ。でもあれですね、これなんか、一言大喜利みたいなのできそうですね、この表情で。確かに、なんか始まったぞ、これ。でも鳴き声もすごい可愛いんですよね。そこはぜひね、スパイダーは。そう、ミュウともすごい関わりが深いキャラクターでもあるので、ぜひ、めでていただきたいですね。はい、こんなみなりの、スパイダーちゃんたちですけれども、作中ではとても大きな役割を担いますよということで、このちっちゃなスパイダーちゃんたちにも注目していただけると嬉しいです。大喜利やりますか？やんねえよ。せっかくスッと流れたのだったのに。やめよう。失礼いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。